石にかじりついてでもって言葉ありますけどもまさに金が必要で金がない時ってそんな気持ちですよねまあ従業員の給料のその支払い日が近づいてくると喜ぶのは従業員なんですよでも支払う方はたまらんすよね儲かってる時だったら喜んで払いてるんですけどもまあ赤字が出てる時にお金はもうないわけですよっていうかマイナスなわけですよ なのに従業員の給料の支払い日ってのが来て、その金額ってのが20万30万じゃなくて、一桁上を行きますからね。<laughs> とてもじゃないけども、そんなものね、ちょっとバイトに行ったからって作れるもんではないんで、経営者としては、そういったお金の作り方を働くこと以外に求めちゃうわけなんですよ。まあ、ですんで危なっかしい短期投資行ったりとかする人もいるんですけども、まあ、私の場合はね、やっぱこう、お金も借りましたし、まあ深夜、 ちょっと高めのレートの麻雀屋行って、もぎ取ってきてみたいなこともありましたし、ただきついのは、その時はどうにかなっても、支払った瞬間に来月どうするっていうことが来るんですよね。だから、給料支払った直後にもう新しい集客をガンガンやっていったりとかするわけですけども、でもね、麻雀店の集客なんて、1000円やって1返ってくるかどうかって感じですからね。うん、きついですよ。300円の売り上げ取るために、 どんんだけ使うんやって話ですねまあ大体平均単価お客単の客単価3,000円ぐらいでやってましたけども3,000円の新規を取るのに1万円ぐらいの先出し経費がかかりますからそれは長い勝負になりますよねでお金を借りてでも払うそれこそ金利が高くても借りるみたいな泥沼になるわけですよでそれを考えたらねその一回国旗の塾費を30万払えないとかとその時点で勝負があったなって感じですよ うん、やっぱ交渉もしていただきたいですしまあ30万がないにしてもねじゃあ3万はないのかとかね1万はないのか1,000円はどうなんだとかね中にはいましたよランチをずっと我慢してで1週間で1500円なんとか貯めてきましたとかねそれでそっかしく入りたい商品買いたいって言ってくれたんですよそれは根性ありますよね今お金がないんですって,言ってからね ゼロっていうのを提示するんじゃなくてギリギリ払えてこれですっていうのでもうすでにまあどっちもダメだけども差はついてるわけですよ。ゼロを言い張る人ともう身の回りのねただ CD とかメルカリで処分してなんとか800円作ってきましたって人とねじゃあどっちがビジネスを取っかかってるでしょうか最初の一歩行ってるでしょうかってことですよね。だから結果的にはね両方とも 不合格かももしれないけどもでも合格に違い不合格と合格に程遠い不合格ってあるわけですよ。そういういところにも、うん、やっっぱり意識を持ってほしいですよねもちろん給料を払う側に話戻すと楽勝で払う従業員給料、ね、例えば従業員全員に500万払いましたっていうのもどっかで借金して500万払ったのも受け取った従業員としてはね一緒なんですよ。それがいわゆる 商売は結果が全てって言えるところかなと思いますし、でも結果が出なかった場合は、プロセスで可能性を見出すところもありますしね。うん、事業はこけたけども、内業はどうだったのかなとか。うん、そこも大きいですよね。まあ、あの私はまあリアルビジネスは全然ダメでしたけども、こうやってネットのビジネスはそれに比べると随分楽だなと <laughs>。 感じさせててていいただいて、ね、やってますよねでも逆にリアルのビジネスというよりもリアルな従業員をね労働者としてやっている人がバーチャルな経営者をやるのが結構きついですわみたいなのはリアルでも経営者ネットでも経営者っていう視点から見るとやっぱり労働者と経営者の底力ってものはかなり違うなと思いますよねででも私も私労働者ですからね。 だから経営者ってのは自分が経営者になった瞬間になるわけじゃなくてそういったいろんな悔しい思いとか手を伸ばしても届かないってことを繰り返してやっと経営者としての背筋が伸びていくっていうそのプロセスの一過程でしか過ぎないんだろうなと思いますね今月もねやっぱ売り上げ作ろうかなと思って目標金額200万とか言っても結果15万だったりするわけじゃないですかでも15万い行くわけですよでも従業員ってのは 200万が無理だから15万すら作りに行かずにゼロです、無理ですってなるわけですよね。それじゃあ扉は開かないかなっていうところですか、うん。石にかじりついても行かないけんですね。いらっしゃい。